祭壇に向かってみた内部の様子。ボムジェズ教会、ないし、ボムジェズ・バシリカは、インドのゴア州に位置するローマ・カトリック教会のバシリカであり、ユネスコの世界遺産であるゴアの教会群と修道院群の一部でもある。このバシリカは、かつて、ポルトガル領インドの主婦であった旧ゴアにあり、聖フランシスコ・ザビエルの意外が安置されている。ボムジェズとは、文字通りの意味では、 良いイエスを意味し、ポルトガル領植民地であった各地では、エッケホモの場面への言及に用いられる表現である。イエズス会が設けた、この教会は、インドで最初の小聖堂であり、バロック建築やポルトガル植民地建築の恒例の一つとされている。また、この教会は、2010年に選定された、ポルトガル由来の世界の七不思議の一つでもある。 日本語では表記の揺れがあり、ボムジェズ教会、ボンジェズ教会、ボム、ジーザス教会などの表記が見られる。聖フランシスコ・ザビエルの意外を収めた棺。装飾された教会の入り口。このバシリカは1594年に着工し、1605年に竣工した。ここにはフランシスコ・ザビエルの亡骸が生遺物として保存されていることが知られている。 1552年に中国の上川島で死去したフランシスコザビエルの亡骸は一旦現地に埋葬された後、1553年12月に掘り起こされて、まずポルトガル領マラッカに置かれた後、ゴアへと改装され、高地を経て1554年3月15日にゴアへ到着した。伝説ではこの時成人の体は、 埋葬した日と変わらないほど生き生きとしていたという。その後、亡骸は、セーパウロコレジオの教会に置かれていたが、ボムジェズ教会が竣工した際、付属する居住棟としてカーサプロフェッサで、ボンジェズが設けられ、ザビエルの以外は、その3階部分に収められた。ありがとうございます。